東側のカヌキ山から望む千本松原と、駿河西側から望む富士市の田子の浦港周辺から東へ伸びる千本松原、沼津市、千本松原内千本松原は、静岡県沼津市の狩野川川口から、富士市の田子の浦港の間、約10キロメートルの駿河湾岸に沿って続いている、松原。松林越しに、富士山を望むことができる。 数々の文人たちに愛されたということでも知られている。中でも、大正15年には、歌人、和歌山牧水が、静岡県の伐採計画に対し新聞に、計画反対を寄稿するなど、運動の先頭に立ち計画を断念させた話は、有名である。日本百景、日本の白車聖書百選にも選ばれている。千本とは言うものの、現在は三十数万本以上あるという。 1976年に東海地震説が発表されてから、駿河湾の海岸では津波対策が盛んに行われるようになった。松原と海岸の間には堤防が築かれ、景観を損ねているという意見もある。もともとは、膨張、暴風のため農民が植えたと伝えられる。1580年、武田勝頼率いる武田氏が駿河に攻め入った際に、 これを迎え撃った北条氏が応戦したが、この戦いで武田勢が同海岸線に上陸した際に合戦の邪魔になるとして伐採してしまった。このため、周辺農民が育てていた作物は、風害や塩害で壊滅的な被害をこむったという。これに心を痛めた山城延暦寺の城雲城人の弟、長円は、主上をサイドの対岸をかけながら、松を植え続けた。 当初は、松もすぐに潮風を受け枯れてしまう惨状であったが、約5年の歳月をかけ千本の松を植えて根付かせ、これが松原の由来となった。後に、長縁は、贈与商人となったが、里人らが彼を称えて開いたいよが、後の沼津市、出口町にある、常雲寺である。なお余力ながら、千本松原を愛した、和歌山牧水も同時に葬られている。現在は、 本来の防潮林、防風林という目的だけでなく、駿河湾の継承地、または静岡県の継承地として栄えている。また、2011年12月下旬、東海地震の瓦礫処分場に選ばれるなど、災害の面でも良いという意見もある中、津波で木が流されるのではないか、という意見もある。ありがとうございます。